数多くの経験を積んできた歴戦の猛者 SOD 専属女優の皆さんがテクニックをご紹介。ただし中には嘘テクをプレゼンする子が紛れている。果たして岸くんは見事嘘テクを見破ることができるのか。もう一回さらっとお願いします。ミンティア、ミンティアを入れて、で強めのマウスウォッシュを含んで、マウスウォッシュを含んで、そうフリスク、はいはいはい、口でリボン結びができるコンドームのコンドームをリボンで笑わせ大喜利じゃん。シオブティクラシアル新しいタイプが生まれちゃった。シオブティクラシアル。私が、唾液を出すために音にしますタイプがある。はい、色が変えられる、まあ、乳首の色を変えろ。強いな、そのタイトル。うわー、なるほど。どれも本当っぽい。いや、どれも本当っぽくはないですよ。乳首クラシアンとコンドームリボン結び。見たいですもん、リボン結び。あとこれが本当だったらもう見れますよ。いや、確かに、うん、いや、笑っちゃってるし。笑っちゃってるね。でも、昔から結構ゴムの処理は口で結ぶっていうタイプです。そうなんですか。じゃ終わったら、キュキュッとして、っていう感じです。なんかこう、はい、聞きたい話ありますか。この話もっと深掘りしたい。よだれのやつは、あいつもしょっちゅうします。そのデビュー当時からですか。結構その最初から汗とか体液系、私体液フェチなんですけど、体液系を求められることが多くて、最初の方は本当に出なくて悩んでたんですよ。あ、そのレベルで。どうしようどうしようって思った結果、こう試行錯誤して突っ込むって方法。いや、でもちょっと待って、初めてさ。でも水飲めば正直出ません。ちょっとっぽいのは出ません。出ません。出ない。出ないんですよ、それが。だから梅干しとかも飲んでる。あ、なるほど。だから何か工夫をしないと。うわ、ちょっと怪しくなってきた、星野さん。確かに、そんなエロいことあるか。どっちかというと僕、嘘か本当かじゃない、本当であってほしいに近いから。願望願望なんですよね。これ裏でやってたらめちゃくちゃエロいんで、乳首の色がもう一回聞きたいですね。あ、乳首の色は、いや、乳首の色嘘くさいっすね、本当に。ちょっと本当に乳首の色で男の興奮度が変わるとあんまり思えない。じゃあ、まあね、濃い方と薄ピンクの方並べられた時に、はい、じゃあどっち行きますかってなった時にやっぱ好みは出るじゃないですか。いや、それはもちろん出るっすけど、どっちかというとそれって自己満足で撮影前に乳首の色に気使ってるだけで、その男優さんの要望ではないですよね。男優さんの要望です。絶対嘘。だって絶対嘘。じゃなかったらしないです。本当ですか。巻きたいので。はい、まあそうですよね、はい、ま、あ、そうだ、巻きたい、巻き子だ、巻き子、はい、そうですよね。はい、だから負けるなら何でもしますって感じです。確かに、もう段取りよく、はいはいはい、ポンポンっていくならもう私次第じゃないですか。男優さんがもう萎えちゃったら、そう、正直おったかった迷ってたんですけど、ちょっと本当に嘘に感じてきちゃって今。コンドームリボン結びが本当なんじゃないかっていう混乱に陥ってる。ちなみにね、最初はどれが本当だと思ってました。いや、僕は正直ミンティアは本当だと思うんですよ、正直。刺激用の欲しい人にとっては本当かなって思うんで、もう正直僕の中で確定してます。逆に、シオキクラシアンはもう頭の中にない。寂しいとかじゃないですよ、やりすぎです。やりすぎなんで、それは可能性ありますよね、いっぱい吹くから。可能性しかないです。ちょっとやばい、迷ってきた。で、星野さん、多分僕の中ではちょ正直ド S っぽいなって思ってるんですよ。偏見ですけど、どこら辺でド S だと思いました。いや、なんか髪色ですか。なんか想像した時に僕いじめられてるなっていうイメージがなんか根付いちゃった。もう勝手に想像して申し訳ないですけど。ああ、なるほど。はい、いじめられるなって。そんなテクニックが終わりで。いや、そんな俺まで、俺はいいですよ、もうそれテクニックない。俺はいいです。
どれか分かんなくなってきました、ね、いやじゃあ本当にちょっと待ってください何が本当かね。いやすごいそれでも確かにね、想像の中で想像、はい、ド S だったんですね。ド S っていうか僕なんか人によるじゃないですか、結構僕だったら多分いじめられてるなって思ったんで、そんなド S な星野さんが撮影前に決められちゃったド S、男優のおちんちんをお借りするのかと思っちゃったわけなんですね。でも乳首の色は信じがたすぎるんで、クラシアンも来るここで、いやクラシアンいやリボン結び刺してきましたね、クラシアンが。シーナさん、シーナさんのリボン結びちょっと聞きたいですね。あ、リボン結びできるようになったのは二十歳を超えてからです。もうあるぞこれサクランボ、はい、サクランボのあのゴム板みたいな感じです。あ、サクランボのあのヘタみたいな。そうかそうか、サクランボのヘタのキュッて結ぶ人いますもんね。うわ、ちょっともう確定したかもしれない。お、お決まりました僕。お、お、じゃあ、いいですか。はい、ちょっと頼む、ほんとになってくれじゃあ、ホーンテクはどなたでしょうか。天宮さんと椎名さんです。どこで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 誰私がホンテクです。私はホン…いや、天宮さん分かりやすい天宮さん分かりやすい絶対私じゃない方が良かった。だって内容が濃すぎて薄いんだもん確かにそんなことない。でも僕も経験したことあるからこそ、あ、そうそうそうやったわって思って、そう、本当にスースーしたんでね、びっくりしましたもんね、逆にここ経験がなかったら話は違いました。いや、そうですね、はい、嘘だろうってなったと思うんですけど、いや、ちょっとプライベート考慮してなかったそれもしない確かにえ、シナさんはもう普通に嘘ですか。普通に嘘です。え、嬉しい嬉しい嬉しい振動星野さんガチなんですか。ガチです。めちゃくちゃエロいっすやん。そんなの待ち待ち中に立った後で、はい、じゃあすいませんお借りしますって言ってグイッてしてありがとうございますって言ってドベドベの状態で勘弁してるもんただのエロい人じゃんエロい人ですか。うわマジか悔しい。乳首はもう嘘っすよね。はい、そもそも乳首の色を変えられる人っているのかなって。いやいや、俺も思ったんですよだから本当気持ちいいのかなって思ったんですよはい、そうですよね。え、クラシアはなしでした。いや、当たり前になしっすよ、本当に意外とエスレーベーター、クラシアないですないですそんなテクもないと思う、俺にクラシアン呼べるほどのテクもないんで、これ用意していただいたんですけど、あ、もうクラシアンですよもう一番わかりやすかったっす、本当にクラシアンは。確かに、SOD さんからちょっと何個か提案してもらってたんですよ、実は。はいはいはい、はい、それが結構ありまして、私たち見たんですよね、別室で変なのしかないし、YouTube で言えないのしかないです。そう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 、ちょっと待って誰が考えた二日酔いはイラまでスッキリって何意味わかんないな具合悪すぎるわ何これ。なんか気になったのありますか。いや、まあめちゃくちゃあるっすね。ムカつくスタッフのお茶をしっこにすり替えるもう犯罪じゃん絶対ダメ絶対ダメですよね、はい、イライラしてる監督におっぱいを触らせてあげると現場の雰囲気が和やかになるなんでその簡単な、もしかしたらあるかもしれないガチっすか。でもおならのやつはありそうだなと思いました。おならが出そうな時に、はい、喘ぎ声を大きくするって。ああ、ね、ありそう。確かに。ちょっとほんとイカれてる人だったらありえるのかなって思うのは、精子一匹一匹に感謝の気持ちを込めてごっくんするこれはちょっとまあまあまあ、いそう、ほんとにそうありがとうございますって言って、はい、ほんとにありがとうございますってありがとうございますいうのはありそうですね。いや、てかこんな考えたんですね。これは SOD さんのスタッフさん、制作人が、制作人、はい、大体10分ぐらいでちょっとこの制作陣はクビにした方がいいんじゃないかなっていうのが1個あって、中出しロケではプレイ中に子供の名前を考えるってこれ誰が考えたそんな不謹慎なことあるか。不謹慎だこれはクビにした方がいいっすよ、そんな制作陣はダメダメ。はい、ということで、ホンテクが天宮さんと
私でした。見事騙すことができました。素晴らしい。ただね、願望っていうこともあったんで。いや、そうですね。正直願望ありました。はい、あとはあのシンプルに僕の想像通りなのが天宮さんすぎてちょっとムラムラしてきますね。全部偏見が当たってるんで。めっちゃそのまま当てられるからどうしようって思っちゃって、ちょっとすごい助かります。恥ずかしい、分かられてますね。やばい、知り尽くされていくかもしれない。どうしよう。やだ。やめてください、ちょっと。はい、はい、ということでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。